フレームチャンネルへようこそ。電車ぎっせいゆの岡田正孝です。関西出身ローディーのゆかりです。というわけでやってまいりました。こちら八幡平ヒルクライムということで、はい、ちょっとね、あいにくの天気なんですけれどもね、はい、楽しく気持ちよく走ってこれたなと思います。でアスピーテライン自体はですね、大体19キロぐらいの距離になりまして、平均斜度が大体6パーぐらいなんですけど、結構最初にドーンとこう、ね、斜度があるみたいなことを昨日聞きまして、はい、であとはなんかこう平坦というか、アップダウンがちょっとあるよみたいな感じ。いやーマジで俺足つきなしが僕のね目標なんで頑張りたいと。今日頑張ってください。足つきなしで頑張ります。私も足つきなしでじゃあ頑張ります。光さんこそ楽しみ。よし、じゃあ行きましょう。はい、行くぜー。イエーイ。3、2、1、スタート。さあ今女子のクラスがスタートしまして、ゆかりさんがスタートですね。始まりました、ヒルクライム八幡平。どうなんでしょう、最初の方が勾配きついって聞いてたんですけど、 9% ですね。やっぱね、最初の頃はみんな飛ばしちゃうと思うんですけど、最初はゆるく。3、2、1、スタート。いやー始まりました、八幡平ヒルクライム。結構登るよ、結構登ってますよ。マジ噂通り、やっぱ最初ら辺が結構きついって言ってたんですけど、めちゃくちゃ息上がっております。19キロなんで、まだまだ先は長いんで、ゆっくり行きたいと思います。このようなこう幻想的な霧の中を今日はね走るような感じで、1キロ地点イエーイ。8月とは思えないこの涼しい感じで、気温はすごくね走りやすいです。アスピーテラインの柏台スノーシェルターってところに行ってきました。すごいですね、スノーシェルターってことは冬場になったら雪が積もるのを防止するシェルターなんですね。これね、なかなか関西とか関東地方じゃ見られない景色ですね。何やら開始12キロぐらいは結構がっつりこのペースで登るらしいんですよ。約19キロのコースのうち12キロがねだいぶ登りってことらしいんですけど、で前半が登りなんですよって言われるんですけどね、19分の12はあれですから、前半とかじゃないですから、半分以上行きますからね。なんとも登りごたえのあるですね、登りごたえのあるそんなコースとなっております。スノードームを抜けるとだいぶ勾配の緩い坂になりますね。 3% ちょっと霧も晴れてきたんじゃないですか。平坦っぽい感じ、ちょっとこういうところでねタイムをというか距離稼いとかないとね、頑張れるところは頑張る、登りはしませんってね。どん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 早い人に抜かされていってます。今獲得したのが 400m なんですけど、現在ね 836m、 結構標高高いところにいますね。よし、下りっぽい感じになってきましたねって思うじゃないですか。完全目の錯覚ですねこれ。3パー登ってます。下りじゃねえのかよ。これあるあるですね、峠というか山あるある、ちょっときついところ登った後下りに見えるっていうね。うわー、すごい綺麗。めっちゃ綺麗なんですけど、めっちゃ下って景色綺麗とか思ってたらまた急な登り坂になりましたね。勾配 7%。なんか前半がきついんですよね。この辺からちょっとアップダウンな感じ。あ、アップダウン、ダウンがあるんですね。よし、ちょっと走れるタイミングで走らないと僕のバージで登れないんで。で頑張りましょう。あ、またシャドウが上がってまいりました。アップダウンってそういうことか。これはあれですね、走りに慣れた人が強そうなコースですね。ペース配分というか
タイミングというか。9キロ地点過ぎました。ということは約半分激坂区間が続いております。景色はねめちゃくちゃ綺麗なんですけどね。え、結構下るよ。え、結構下るよ。シェルター内ほえー、結構下る。しっかり下る。あ、本当。あ、本当。あ、そう。おー、結構下るね。しっかり下るよ。下りになっとったらめっちゃ喋るやん俺。上りあんだけハーハー言っとったのに。ここは多分あれだな。ここはちょっとこの勢いで池のとこだなきっと。おらー、勢いに乗れ乗れ。はい、上り、はいはい、上り終了。はい、減速がすごいよ。秒で減速、秒で減速しました。現在13キロ地点に到着しました。7%から 10% ぐらいの坂が続いててきつくてね、カメラ回せなかったですね。回しても喋られないから。すげえ、地熱発電、これ発電所らしいっすよ。あ、お水欲しい、お水欲しい。お、俺これ撮るの初めてだ。うわ楽しい。いや初めてのキャッチ。うめえ、水がうめえよ。あ、そんなこともできちゃうんですか。いや大丈夫です。あ、これポイして大丈夫。あ、ポイして大丈夫ですか。初めて手渡しのやつ取ったら楽しいなこれ。またちょっと雨が降ってきました。やっぱね、標高高いからちょっと冷えますね。火山のあれでしょうか、硫黄の香りがそこはかとなくやってまいりましたね。温泉もあるって言ってました。すげえ、至れり尽くせりだね、アスピーって。8万体。さあ、1時間くらい走りましたがね。ということで、恒例の食レポタイムです。パワーバー売ってたんで、パワーバー買ってみました。パワージェルフルーツ。レッドフルーツ味です。うん。最中飲むといいよってやつね。足つりとかね、防止のために。いただきます。うん、甘。何味これ。ヨーグルト、ヨーグルトっぽいな。うまい、これうめえな。フルーツヨーグルト的な味わいですね。すごく美味しい。これで残りも頑張れます。ありがとうパワーバー。お、ガチの平坦じゃん。よっしゃー、足休めると言いつつ回すけど、稼いとかないとね、こういうところで。個人的には今日は2時間、うん、2時間が目標。なんかもうこの辺ぐらいからすごい声援が聞こえるんですけど、こう給水でさ、受け取ってみようかな。受け取ったほどないんですけど、受け取ってみたい。できるかな。 ありがとうございます。もうひん。いけた。初めて給水した。部屋12キロ地点なんですけど、見てくださいこれ、岩がすごい。原体岩っていうらしいですよ。すごい、落ちてこないのかな、すごいな。8万体ヒルクライム、コースがね面白いわ。変化があるんですよね。今日はちょっとね天気があれなんですけど、上からの景色も絶景ということで、はい、これマイペースで走る分にはすごく楽しいコースだと思いますね。ゴールまであと2キロ切ったというところで、結構みんなスピード上げてますね。ゴールスプリント的なゴールまで、このままカメラ回して楽しみにしてたいと思います。いや、久しぶりのヒルクライムだったんですけど楽しかったです。またね、天気がいい時に帰りメンテしたいと思います。平坦で頑張ろう。八幡平の平らの部分で頑張ろう。声援がすごい。あ、ここゴールじゃないっすよね、でも。ゴールじゃないんかい。疲れた。ゴール乾燥、無事乾燥しました。岡田さん、噂によると
後ろから5番目ぐらいって聞いたんですけど。俺マジ、まあ乾燥したし。さあ、というわけでゆかりさん、はい、無事乾燥しました。乾燥しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか、走ってみて。いろんな変化があってね、上りだけじゃない、うん、下りもあって、で、トンネル、うん、スノードームか、スノードームもういっぱいあって、景色がコロコロ変わるんで、うん、楽しかったですよね。楽しかった。そう、変化に富んだコースなんですよね。そうそうそう。20キロの中にいろんなこう、なんだろう、面白い要素が入ってて、うんうんうん、見た、あれだってもう温泉ポコポコ湧いてたよ途中。今回初めて東北来ましたけれども、はい、いや本当ね、プライベートでもぜひ来たいと思いました、うん、また来たい気持ちがすごい強くなりましたね、うん、そう、走ってて楽しいコースでしたね。これマジで来年もぜひ走りたいです。走りたいですね、はい。まあ、そして気になるリザルトです。はい、じゃあ僕から発表しましょうかね。そうですね、はい、体重100キロ岡田ですね。記録完走無事、あ、足つきなしで完走しました。僕1時間55分49秒2時間切った、2時間切った。さあ、じゃあ気になるゆかりさんの結果は。はい、私の結果は、1時間32分56秒です。はいよ。さあ、ということでね、はい、いや初めての東北地方で、はい、こちら八幡平走ったんですけど、いやー、総じてめっちゃ楽しかったですね。楽しかったです。うん、はい、ご飯も美味しかったし、うん、走るところもすごい楽しかったし、うん、で、何よりね、また来たいという気持ちが強くなりました、はい。まあ、昼クライムイベントだけじゃなくてプライベートというかね、それ以外観光とかでもいらっしゃってもいいんじゃないかなと思います。はい。それではこの動画を見て、八幡平ヒルクライム、来年は俺も出たいなと思った方はグッドボタン、八幡平アスピーデライン、私たちも走ってみたいって思った方もグッドボタン、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら。そこちゃん、顔を隠すな。次回の動画もお楽しみに。隠れたまんまかい。